こんにちは、まさとです。今日もご視聴ありがとうございます。本日は明治時代のちょうど真ん中にあたる自由民権運動というのを行っていきます。自由民権運動というのは国会を作ろうっていうね、そんな動きのことを言います。どういうふうに国会ができていったのか、なぜ国会を作らなければいけなかったのかっていうのを一緒に確認していきましょう。はい、では流れを少し掴むために江戸時代の復習から言ってみましょう。1858年に日本とアメリカの間で条約が交わされました。この条約が日米修好通商条約でしたね。日米修好通商条約は日本にとってものすごく不利な条約だったんですね。で、一言で言うならば、日本が植民地にされる寸前の、支配される寸前の条約だったんですね。このままではまずいということで、なんとかしなければならないという動きが日本で広がっていくわけですね。そして幕府を潰し、そして新政府っていうのを作って、なんとかしようと、そして強くなっていこうっていうような動きが日本で起きていったっていうことだったんですよね。ではそもそもなぜ日米修好通商条約が結ばれてしまったのかというと、日本がアメリカに舐められていたからですね。もうちょっと言うなら、ヨーロッパの国々とかにも舐められていました。なので、なんとか舐められないようにしなければ、日米修好通商条約を改正することはできないし、このままでは植民地になってしまいます。なぜ舐められるのかというと、日本にはないんですが、海外にあるものが3つあったんですね。これめちゃくちゃ重要な原則ですから、覚えておいてくださいね。まず、海外にあって日本にないもの、その1がですね、代表者ですね。ちょっと、ここは先に一気に行っちゃいますよ。そして、議会ですね。話し合う場所です。これが日本にはなかった。そして、憲法というすごい本格的なルールも存在していませんでした。そしてもう一個が、植民地ですね。支配している土地がありませんでした。こういったものが日本は持ってなかったので、海外にね、ヨーロッパ諸国にはっきり言って舐められるっていうことなんですね。ちょっと江戸時代を振り返ってみると、日本で一番偉い人って誰なんでしょうね。一応天皇っていうことにはなってますよね、身分的には。だけど、実際天皇って政治をやっているわけではないですし、それよりもなんか将軍の方がパワーがある感じで、ガンガン政治を行ってましたよね。ですから、江戸時代に関しては、はっきり将軍が偉いんだか、天皇が偉いんだかがちょっとよくわからないので、代表者があんまり明確ではなかったんですよね。なので、代表者はいないというふうに見なされていたので、舐められるんですね。やっぱり強い国というのは、強いリーダーシップを持っている人がいると。そういう人が日本には存在してなかった。だから舐められるってことなんですね。そして、話し合いの場所とか、本格的なルール、話し合いをするためのルールとかも存在していません。やっぱり文明人っていうのは話し合いで物事を解決していくよねとかっていうふうに思っているんですね。そして植民地ですね。これはもう歴史の原則ですが、強いものというのは土地を、巨大な土地を持っているわけですね。なのでこの植民地っていうのも日本は持ってないんで弱いんだと。だから舐められるんだっていう話なんですね。なのでこの3つを手に入れてしまえば日本は舐められなくなるんですね。明治時代というのはこの3つを手に入れていく時代でもあるんですね。この原則をしっかり頭の中に入れておけば、なんとなく流れがつかめてくるわけです。それで植民地手に入れるのも大変だし、議会とか憲法を手に入れるのもすごく大変な作業になってくるんですね。どっちを先に手に入れようかっていう話になっていくんです。で、まずは植民地を手に入れるべきだ。日本の近くに朝鮮という弱い国があるから、そこのところに攻め込めば植民地は手に入るんじゃないかっていうふうに考えた人たちがいたんですね。それが西郷隆盛と板垣退助でした。こういうふうに朝鮮を侵略してやろうという考え方を政官論と言うんですね。政官論をこの二人は唱えていました。だけど、この政官論に反対をした人がいたんですね。それが大久保利通という人でした。で、じっくりと話し合って解決していけばよかったんですが、大久保利通は一方的に、お前らの政官論は間違っている。お前らの意見は却下だとかっていうふうに言うわけですね。で、大久保利通って、ものすごく実権を持っている人たちだったんですよ。で、この時って、バリバリ政治をやっている人たちって、結構限定的なんですね。決まってるんですね。みんなで政治やっていこうっていう感じではなくて、一部の人たちで政治を行っているような状態だったんです。これを藩閥政治って言うんですが、長州藩とか薩摩藩出身の人たちが勝手に政治やっちゃってるような状態だったんですね。他の身分の低い人たちとか、
長州藩、薩摩藩以外の出身の人たちの話って全然聞いてもらえなかったんですよ。なので、大久保利通とかにもともと不満を持ってた人たちってものすごくいたし、今回も簡単に却下されちゃったんで、西郷隆盛と板垣大輔は、この後ね、却下された後、怒って自分たちの田舎に帰ってしまうんですよね。それで西郷隆盛は怒って田舎に帰ってしまいます。で、彼のね、田舎は鹿児島県ですね。で、鹿児島県で農作業をずーっと何ヶ月もやり続けるんですね。もう政治のことなんて知らんと、政治の話なんてもう二度としたくないみたいな感じでひたすら農作業をやり続けるんですよ。で、こういう感じでいじけちゃってる西郷隆盛ですが、この人は舐めてはいけません。非常にすごい人なんです。武士の中のスターなんですよね。みんなの尊敬を集めているすごい強い人だったんですよ。だけど、政治から離れてひたすら農作業をやるような感じになってしまいました。で、この時って武士って明治政府、新政府に対してものすごく不満持ってる人たくさんいたんですよ。なぜかというと、江戸時代の身分制度って士農工商でしたよね。武士が一番偉かったんですよ。だけどこれ平等にされちゃいましたよね。みんな平等になることを市民平等と言いました。明治時代になってから平等になっちゃったんで、自分たちの特権ってなくなっちゃったんですよね。なのでマジでふざけんな明治政府とかっていう風に思っている元武士たちがものすごく多かったんですよ。で、しかも武士の魂である刀とかも取られちゃったんですね。もう刀はすべきではない、刀を外しなさいっていう命令のことを廃刀令って言うんですが、廃刀令とかでものすごい不満を持っている武士たちがめちゃくちゃいたんですよ。なのでこの武士たちが、不満を持っている武士たちが西郷のところに行って、西郷さん、今こそこの腐った新政府を潰すべきです、一緒に戦いましょうとかっていう風に言うわけですね。だけど、いや私はもう興味がないからとかっていう風にずっと一点張りだったんですけど、いろんな人たちが交渉しに来るんで、まあそういう風にみんなが熱い魂を持っているなら、この腐った明治政府をぜひとも潰そう、今から反乱の兵を挙げる時だとかっていう風に言うことで、西郷隆盛は明治政府に対して反乱を起こすことに決めるんですね。この反乱事件のことを西南戦争、西南戦争と言います。この西南戦争はものすごい大規模な反乱でした。武士の中では最後の反乱、そして最大級の反乱だったんですね。そして新政府と武士の中のスターの西郷隆盛の戦いの火蓋が切って落とされるわけです。やはり西郷隆盛は武士の中のスターということでもあるので、非常に強かったんですね。で、ものすごい激しい戦闘になったとのことなんですが、結局のところ西郷隆盛は負けてしまうわけですね。ついに追い詰められた西郷隆盛、相手に首を切られるくらいだったら、華々しく自分で自害した方がマシだということで、切腹することに決めます。で、この切腹のシーンが凄まじいんですよ。刀を腹にブスルって刺して、ブワーって上に上げて、ブスルって刺して横に切って、十字に腹を裂いていくんですね。腹を十字に裂いていったら、今度は中の臓器をこうやって、ブワーってこう取り出していって、果てていくっていうね、もうものすごい武士の魂の塊のような人でした。まあ、つまりこのね、西郷隆盛、武士の中のスターの西郷隆盛ですら、新政府には勝つことができなかったんですね。で、この時、日本中の武士たちはもう絶望したんですね。スターですら新政府に勝てないんですよ。ああ、もう俺たちは終わりだーみたいな感じになるわけですね。まあ、だけどしかしですね、面白い運動をやっている人がこの時登場しているわけです。それが誰だったかというと、板垣大輔だったんですね。板垣大輔が国会を作れと、話し合いの場所を作れっていう要求書を国に、新政府に出していたんですね。この国会を作ってくださいっていうお願い書のことを、民選議員設立憲白書、民選議員設立憲白書と言います。こういうものを提出して国会、話し合いの場を作ろうとしてたんですね。もう戦いでは勝てないということが分かったんですよ。なぜならスターでも勝てないからです。だからこれからは武力ではなくって話し合いで勝っていこう、言論の時代だということになっていくわけです。で、ちょうど板垣大輔は西郷隆盛よりも西南戦争よりも早く行動を起こしてました。だけど最初は全然目立たなかったんですよ。だけど西郷隆盛、武士のスターの西郷隆盛が死んじゃったんで、西南戦争が終わった瞬間に一気に板垣大輔の運動に注目が集まるようになるんですね。で、国会を作ろうという動きがものすごく盛り上がっていくことになるんです。で、この国会を作ろうという運動のことを自由民権運動、自由民権運動と言います。これがものすごく広がっていくんですね。だけど一人で国会作ろうではありませんかとかっていう風に言ってても、国会って作れるはずないじゃないですか。だから国会を作ろうっていうグループが出来上がるわけですね。この
このグループが立志社ですね。これは板垣退助が作ったグループです。で、板垣退助って出身が高知県ですから、立志社は高知県にあったわけですね。だけど高知県ってちょっと田舎なんですよね。田舎の畑の真ん中とかで、皆さんぜひとも国会を作ろうじゃありませんかとかっていう風に言ったって人がいないわけですから、やっぱり人がいるところで演説とか行った方が効果的ですよね。なので本拠地を都会に移すことにするんですね。大阪に移していきます。で、名前が変わるんですね。愛国者っていう名前に変わっていきます。そして愛国者の他にいろんなところで国会作ろうっていう動きが広がっていたんで、それだったら目的同じなんだから、みんなでまとまって国会を作ろうっていう要求をしていこうじゃないかということで、この愛国者が日本全国規模になっていくんですね。これが国会規制同盟ですね。国会規制同盟と言います。もうこの運動ははっきり言って止めることができません。それくらい盛り上がっていたんですね。なのでこれはちょっとまずいと、いくらなんでも押さえつけるのはちょっと無理そうだなとかっていうふうに思った新政府はですね、国会を作ることを約束するんですね。 OK、 お前らの要求を飲んでやる、話し合いを作る場所を国会を作ろうじゃないかとかっていうふうに約束するわけですね。この国会を作ってあげるっていう約束のことを国会開設の勅諭と言います。国会開設の勅諭ですね。そしてこの勅という字に注目をしましょう。勅っていうのはこれ天皇の命令っていう意味なんですね。天皇が国会を作るのを許可してくれたっていうことなんですよ。だけど国会っていうのはシステムがものすごく複雑ですから、一年とかでできるものではないんですね。なので、やっぱり時間がかかると、ちょっと調査とか勉強をさせてくれ、作るまで時間をくれと伊藤博文が言い始めました。そして、10年後に国会を作ることをお約束するんですね。で、この後、憲法とか、ルールとか、あとは、国会ですね。国会の作り方、どういう風になってるかっていうのを伊藤博文が、猛勉強をします。じゃあ10年間伊藤博文とかは昼寝して待ってるのかっていう話じゃないですか。昼寝して待ってたらちょっと時間がもったいないんで、やることはやっておくんですね。まずはグループを作っていくわけですよ。何のグループかというと、政党を作っていきます。で、政党って言われてピンとこない人のためにちょっと例を挙げておくと、今の政党ってたくさんありますよね。共産党とか公明党とか自民党とかいろんな党がありますよね。ああいうのが政党なんです。ああいう感じのものをどんどん作っていくわけですね。で、まず作っていったのが、板垣退助が作ったものがこれです。自由党ですね。自由党というのを作っていきました。そして、大隈重信という人がいるんですが、この大隈重信が作った政党が、立憲改進党なんですね。それぞれポリシーがあります。まず、自由党というのはどういう考え方を持っているかって言ったら、フランスの民権思想を持っているんですね。って言われても全然ピンとこないと思うんで、フランス革命を思い浮かべてくれれば大丈夫です。フランス革命って、自由を手に入れるために反乱を起こして王様倒したじゃないですか。ああいうような考え方を持っている人たちの集まりが自由党なんですね。なのでこの後暴動とか反乱をガンガン起こすようになります。で、その一方で立憲改進党っていうのはイギリスの議会政治を理想としているんですね。これはどういうことかというと、議会政治っていうのは話し合いをしていきながらの政治っていう意味なんで、イギリス紳士っぽく仲良くお話をしていろんなことを決めていきましょうよっていう考え方を持っているのが立憲改進党なんですね。で、まあちょっとそれぞれのねポリシーのところまで出される時があります。特に学校の定期テストでは出題率高いですからね、まあここら辺の考え方みたいなのもなんとなく押さえておきましょう。で、新政府の中では、いや、やっぱりだけど国会なんて作るのうぜえしなとかっていう風に思っている人って多いんですよ。なのでこの自由党とか結構弾圧されるんですね。で、この弾圧事件にものすごく怒った自由党員とかが次々と反乱を日本全国で起こしていくんですね。で、その事件の一つが福島事件っていう事件なんですね。これは自由党民と福島県に住んでいる貧しい農民たちが反乱を起こしたものです。で、さっさと国会を作ろうじゃないかっていうことで、反乱を起こしたんですね。で、なんでじゃあこれ福島県だったのかというと、福島県の知事がですね、とんでもない人だったんですよ。道路バンバン作るために強制労働とかやらせてたんですね。しかも、道路を作るために税金が 2.5 倍に跳ね上がってたんですよね。だからもう耐えられないと。福島に住んでいる人たちが耐えられなくなって反乱を起こすんですね。で、この事件のことを福島事件と言います。
で、秩父事件というのも起こるんですね。この秩父っていうのは地名大丈夫ですか？秩父というのは埼玉県です。地理でも出てくるから、この地名と、県名ですね。しっかりと一緒にセットで覚えるようにしましょう。で、秩父事件というのも起こりました。で、埼玉県で起こった反乱事件だったんですね。で、なんでこれ埼玉だったのかというと、埼玉というのは生糸の産地としてすごく有名だったんですね。だけど、生糸が全く売れなくって、ものすごい貧乏な人たちがものすごく増えちゃっていた状態だったんですよね。なので、反乱事件が起こったっていうことなんですね。次々といろんな反乱事件が起こります。これを鎮圧するために新政府は軍隊を出動させるんですね。で、次々と鎮圧されていくわけです。やはりパワーでは勝てないのかとかっていうふうに思うわけですね。っていうことをやっていたら4年の歳月が経っちゃったわけですね。ここでこれからは内閣制度というのを取ることにしようという話になっていきます。日本で一番最初の内閣総理大臣である伊藤博文というのが首相になるんですね。まあ内閣総理大臣、日本で初の、内閣総理大臣が誕生した瞬間でした。で、内閣制度についてもうちょっと話をしておくと、この時日本で一番偉かったのって天皇だったわけですよ。だけど天皇がミスった時、天皇ははっきり言って神のような存在なので、天皇に責任取らせるわけにはいかないですよね。なので代わりに責任を取るやつが必要だと、それが内閣総理大臣だったんですね。その役に抜擢されたのが伊藤博文だったわけです。で、そうこうしているうちにどん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 憲法というのが出来上がっていって、ついに1889年に大日本帝国憲法、大日本帝国憲法というのが出来上がるんですね。これはアジアで一番最初の憲法です。これを作ったのは日本が一番最初だったんですね。この大日本帝国憲法を作るときに参考にした国があります。それはドイツでした。なんでドイツの参考にしたのかっていうのが結構出題されるんですよ。で、ドイツを参考にした理由はですね、君主権が強いからなんですよね。つまり簡単に言うと、ドイツっていうのはリーダーのパワーがものすごく強い国なんですね。で、日本も天皇をものすごい強い立場に置いて、天皇中心の政治をやっていきたかったわけですよね。で、天皇のことを君主って言うんですが、君主のパワーがものすごい強いところの国を参考にしていった方が、日本にすごくしっくりきますよね。なので、体制がドイツと日本ってものすごく似ていたので、ドイツのを参考にしたっていうことなんです。そしてこの大日本帝国憲法っていうのが出来上がっていったので、ついに話し合いの場が設けられるわけですね。で、1890年に一番最初の国会の話し合いが行われます。この時は国会とは言いませんでした。帝国議会というふうに呼んでいたんですね。で、帝国議会では話し合う場が2つあります。2箇所あります。そしてこれがですね、貴族院ですね、貴族院。そして衆議院、衆議院という話し合いの場所があります。貴族院と衆議院というね、話し合いの場所が2箇所あるんで、これ押さえておいてくださいね。ちなみに、今の日本でも話し合いの場所って2箇所ありますよね。まず1つが衆議院ですね。そしてもう1個が参議院です。この時代は参議院は存在しません。参議院の代わりに存在していたのが貴族院だったんですね。で、どんな人たちが集まって話し合いをするのかということなんですが、まず貴族院からいきます。貴族院というのはもう名前の通りですね。もともと公家だった人とか、天皇のものすごく忠実なしもべだった人とか、あとは貴族ですね。貴族とかが集まって話し合いをしていく、そういう場所が貴族院だったっていうことなんですね。そして衆議院というのは、民間で選挙されて、当選した人たちが集まって話し合う場所ですね。今の衆議院と全く同じようなスタイルを通っております。こんな感じで話し合う場所が2箇所存在していました。で、ちなみに、投票に行ける人たちの条件っていうのが決まっているわけですね。で、衆議院なんですが、衆議院の投票に行ける人たちって条件があって、25歳以上の男子で直接国税15円以上支払っている人が、衆議院の議員の投票に行けたっていうことなんですね。25歳以上のこれ男女ではありません。男子です。男子。で、直接国税っていうのは何なのかって言ったら、税金を納めてるっていうような意味なんですね。つまり、直接国税、税金を15円以上払っていて、25歳以上の男子であれば投票に行くことができると。それ以外の人たちは選挙に行くことができないわけですね。で、ちなみにハードルが高かったのがこの直接国税15円です。15円ってめちゃくちゃ少ないとかっていうふうに思うと思うんですが、15円ってこの時はものすごい金額なんですよ。で、実際に、25歳以上の男子でですよ、15円以上の税金を支払える能力がある人というのは、全体の 1.1% しかいなかったんですよね。つまり100人いたら、
15円以上の税金支払えるパワーを持っている人、財力持っている人って一人しかいなかったんですよ。どれくらい高いね金額だったかっていうのはもうここのね数字からなんとなく見当がつきますよね。こんなような感じで話し合いのシステムがねしっかり出来上がっていきました。そしてまあとりあえずね議会ができました、憲法ができました。で残るは植民地だけですよ。必要なものはもう大体手にね入ってきましたから、明治時代の後半は植民地を手に入れていくっていう動きを日本は起こしていくわけですね。なのでこの後日本はロシアとか中国とかと戦争をしていくっていう、そういう歴史を辿っていくわけですね。で次回はね戦争の話をしていきます。ぜひともチャンネル登録と、高評価をしてくれたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。頑張ってお疲れ様でした。